参道から伏兵は排除されました。ここまで全て計算通りです。劉備軍の皆様、どうか力を貸してください。太子の父劉度の行方がわからないのです。父は皆様に降伏しようとしていました。ですが光線派に追われ行方不明に。霊領には光線派にいやいや従う兵もいます。父ならば彼らを引かせられるでしょう。あっちにいたような、いやご本人かどうかは分かりませんが。そんな人ならあの辺りで見ました。きっとお探しの方ではないでしょうか。劉備軍の者か。歓迎したいところだが、今の私には何の力もない。何、息子に会ったのか。ほう、私に力を貸してほしいと。流れる血が減らせるなら喜んで協力しよう。どうか私に代わり民や兵を慈しんでほしい。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。劉卓様ではいささか心もとない。霊領はこの軽動営が死守してみせる。前進あるのみ。引かぬ。今こそ敵の布陣を切り崩す好機です。さあ、進軍を開始しましょう。これで霊領は劉備のものか。無念だ。この勝利、皆のおかげだな。見事な戦ぶり、感服いたしました。栄養に放流あり、おこがき様らの墓場よ。島の防衛線が突破されるとは。まずい、栄養が危ういぞ。この勝利、皆のおかげだな。おお、兄者、ありましたな。なぜここに劉備軍が。まさか潜んでいたのがバレたのか。こんなところでやられるとは。長藩殿の策が台無しに。敵将討ち取ったり。もはや戦う意志はありません。この刑を劉備様にお譲りします。それは願ってもないこと。我々も無駄な争いは避けたいのです。これより宴席を用意させます。ささ、中でお待ちください。この勝利、皆のおかげだな。お見事な武勇、頼もしいですな。
劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。あ、これはこれは劉備軍の皆さん、大急ぎで支度してますので。ええ、本当に。どうぞ安心しておくつろぎください。なんなら眠っていただいても大丈夫ですよ。策なんてくだらねえぜ。なんでもありません。将軍殿はとてもお強いと聞きました。怖いな。大丈夫かな。お前たちはもう袋のネズミだ。それ、将軍らを討ち取れ。報復は策であったか。だが、これ式の方に突破してみせる。せっ、やっ。山頂の弓兵がすでにやられているだと。これでは策がならぬではないか。我が策を跳ねのけるとは、超死竜恐るべき猛将よ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。我調査守る敵すべて倒せ。ワディ負けた。殺せ。義援、敵ながら見事な部であった。その調査を思う心、ここで散らせたくはない。お前も私と同じ仁の志を持つ者なのだな。これよりも調査の民を大切に思ってくれ。志、我調査に聞く。この勝利、皆のおかげだな。おお、兄者、ありましたな。フッ、よっ、フッ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 、還元殿へ、どうか出陣させてください。果たしての俺は兵たちが全滅してしまうわ。ならぬ、お前はわしの切り札なのだ。目を下すまで出てはならんぞ。ご主様、お役に立てず申し訳ありません。兵たちよ、すまぬ。わしが出ておれば知らせずに済んだもの。この勝利、皆のおかげだな。すごい、なんて強いんだ。守りを固めよ。劉備軍ごときに負けはせん。全身なるのみ。やっ、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 
しにしろ。じっとしていろと。もう我慢なめれ。わしは死ぬぞ。コーチュー、門を開けるでない。勝手な行動を取れば裏切りとみなすぞ。兵器部隊コーチューを狙え。奴は命令に背いた。殺しても構わん。こんなのやっと身勝手だ。もはやお主がついていく義理はないわ。前進はない。義援、敗北した上のこのこ戻ってきたか。貴様はもはや我が軍に不要だ。歓迎我に見捨てた劉備。俺を助けた。なぜわしが劉備に負けねばならぬ。何が劣っていたというのだ。さあ、勸玄とたもとを分かった。この首はやるゆえ、兵は助けてくれるが。そのようなこと兄者は望まぬ。そなたも兵も共に救えとおっしゃるだろう。おお、なんと人徳あふれる御仁よ。なればこの命劉備殿のために役立てん。この勝利皆のおかげだな。おお、兄者やりましたな。さて、慶州四軍の攻略具合を確認しようか。調査を制圧できたね。大主があれじゃ、信や民も苦労しただろうよ。武領を制圧できたね。あそこは緑豊かないい土地だよ。霊領を制圧できたね。険しい山岳地帯の城をよく落とせたもんだ。慶陽は制圧できたかい。表裏のある人間ってのは怖いね。慶州四軍の攻略順調に進んだね。皆が待ち望んだ劉備殿の国がようやく。まさか劉備殿を一人で慶州四軍を全て制圧してしまうとは。その剛腕と志を果たさんとする息、お見事です。しかしながら、連戦の疲れからか、慶州の僕劉備殿の体調が優れません。劉備殿、今こそ劉備殿を支え、この地を治めていただきます。劉備殿と慶州の民のため微力ながら尽くそう。この慶州は天下への奉仕にすぎません。我らが誠に取るべき国はこの先にあります。残念ながら劉備殿が先ほど亡くなりました。慶州の正当な後継者が亡くなった今、孫権殿は自分が統治すべきと主張するでしょう。曹操の大軍を倒したのは孫吾の軍ならば、曹操が手放した慶州を治めるのもまた孫吾であると。以前その理屈で迫られた時は、劉備殿が万が一没した時に
四軍を返すと伝えました。しかし今この地を失うわけにはいきません。こたびも孫権殿の要請は断るつもりです。ですが四軍を密かに制圧した上さらに要請を断れば関係にひびが入るでしょう。孔明様の唱える天下三分は孫権殿と組み曹操を討つ策、ここで物別れになっては成り立たないのでは。孫権と曹操がくっつくことはないと思うが、あまり強情ばってると何されるかわからないね。とりあえず時間稼ぎをしている間に早いとこ駅士を取っちまわないと。けど駅州の僕は劉将殿だ。同族を攻めることになるから劉備殿の腰は重いだろうね。その心配はありません。おそらくは劉将殿の方から劉備殿へ接近してくるはずです。劉将殿から？それは一体？いずれわかります。今は孫悟の懸念を取り除くことが先です。露宿殿から直に話し合いたいとの信書が届きました。私はこれより上陽へ向かいます。話がまとまらんな。どうあっても慶州は返さんというのか。慶州は劉備殿が亡き劉表殿から託された地。返す返さぬのいさかいは益のないものです。なあ諸葛亮、俺はお前たちとうまくやっていきたいと思っているのだがな。ならばこそです。命の相手が流浪のままでは孫悟にも利がないでしょう。劉備殿が地を得るため今慶州を失うわけにはいかないのです。ならば慶州四軍はそれまでの貸しとしておこう。慶州、いずれ戦火の中心となるかもしれんな。孫悟は同盟の強化のため将校殿を私の妻にせよというのか。はい、慶州を借り受けることには納得していただけたものの、我らへの不信は拭えません。血縁関係を結べば裏切ることはないという考えなのでしょう。その考えはわかる。だがそれでは将校殿があまりに。お気持ちは察します。ですが天下三分には彼らとの同盟は不可欠です。どうかお受けいただきますよう。将校殿、こたびはそなたにも辛い思いをさせることになった。ううん、大丈夫。兄様たちの思惑はあるけれど、私は私の意志でここに来たの。だから私今とても幸せよ。自分の意志で？それはどういう？そんな率直に聞く？もう
私たち夫婦になるのよ。そういう話はおいおいしていきましょう。これからよろしくね、玄徳様。ああ、こちらこそよろしく頼む。おお、諸葛亮、来たか。こちらは。なるほど、あなたが龍将殿からの使者というわけですか。さすがは牙領と呼ばれた方だ。では俺がなぜここにいるのかもお分かりでしょう。龍将殿は劉備殿との同盟を望まれていると推察します。ご明察です。今や益州の周りは脅威にあふれかえっています。今領州を攻めている曹操はそこを制した後必ず益州を狙ってくるでしょう。ゴトベイ道を掲げる益州の北漢中の長路も虎視眈々とこちらを狙っている。そこで劉備殿の力を借りたいと。ですが劉備殿の力を加えても益州は守りきれないのでは。本当に腹立たしい人だ。全てお見通しってわけですか。曹操は知っての通りの先行者。漢中には領州から流れた猛将がいる。対して劉将ってのは益州にこもりっぱなしでまともに戦をしたことがない。追い込まれるまで何も手を打とうとしない。そんな日和見の保身しか考えてない男が劉備殿と協力して敵を追い払ってごらんよ。劉備殿の強さに懐疑心を抱き恩を仇で返す、俺の一番嫌いなやつです。そんな人物に国を保てると思いますか。法政殿、何を言う。俺がここに来た本当の理由は別にあります。劉備殿、あなたに益州を取っていただきたいんですよ。慶州を取ったあなたならば劉将に代わって立派に益州を治められるでしょう。何だと。そなたは私に劉将殿を責めろというのか。先ほども言った通り、俺は恩を仇で返す奴は大嫌いです。劉将に仕えていたのは奴への忠からではなく益州を守るため。今となっては倒す方がよほどためになりますよ。法政の言う通りだよ。今一番困ってるのは益州の民さ。主がまともに戦えない。なのに周りは敵だらけ。そんな地獄からお前さんが救ってやるんだよ。しかし劉将殿は同族、それを責めることは私にはできぬ。劉備殿、私を迎えてくださった時の問いは覚えておいでですね。私の示す道は悲しみを生むかもしれない。その矛盾と苦悩に向き合えるかと。ああ、私は答えた。その先に目指す世があるならと。皆の考えはよく分かった。私は今こそ悲しみを超えて
戦わねばならんのだな。我らはこれより覇色の地へと進軍する。ホセ、そなたは我らを益州生徒まで導いてくれ。会ったばかりの人間に先導役を頼むとは、裏切るとは考えないんですか。劉備殿、あなたは噂以上にお人よしだ。だが大役を任されたからには期待に応えてみせますよ。益州を必ずあなたのものにしてみせます。俺は受けた恩は必ず返す主義ですからね。おお、馬長殿、馬隊殿、よくぞ来てくれた。漢中に金馬長あり、その有名は我らもよく存じている。劉備殿、長老の将である俺たちをここへ呼んだ訳を聞かせてもらいたい。それは私からお話ししましょう。馬長殿、私たちと共に劉将と戦ってはいただけませんか。それって俺たちに長老殿を裏切れってことですか。そのような正義に反する行為、俺には断じてできん。これで失礼する。お待ちください。馬長殿、今のあなたの置かれた状況をよくお考えください。ご孫父が早々に殺されて以来、あなたはずっと彼を憎み倒そうと狙っていた。ですが道館で敗れた後、漢中に身を寄せてからは長老に良い扱いをされていない。このまま復讐の機を得ずにくすぶっていても良いのですか。じゃあ俺たちが劉備殿と共に行けば早々に復讐できる機会があると。我らは官室の牽制を借り、騒乱を広げる曹操を陣を持って討とうとしています。劉備殿が覇色の地を欲するのは、その礎となる国を得るため。いかがでしょう、協力していただけませんか。陣、それが劉備殿の志なんですね。ああ、私は民の苦しみを除き、皆が安心して暮らせるよう作りたい。どうかそのためにお前たちの力を貸してはくれないだろうか。承知した。曹操を討つだけでなく世に平安をもたらすとは、まさに正義の陣君。劉備殿の義心、我が当主にて支えましょう。若がやるって言うなら俺もやりますよ。これからお世話になります。おお、ありがたい。その熱き魂と武勇、頼みにしているぞ。